民族共産主義は共産主義、社会主義から派生した思想、政治理論の一つ、国家共産主義とも呼称される。民族主義という文化的思想と階級闘争という経済的概念を対立する運動としてではなく、同時に解決できるものとして捉えた。民族という概念は世界革命の障害として解消されるべきと考えた国際主義の支持者からは、 必然的に敵視され、この用語も彼らによって批判的文脈で使用された。政治的用語としては、ロシア革命を主導した政治家、ウラジーミル・レーニンが1917年10月に自身が率いるソビエト連邦政府内の政治派閥による体制を確立する過程で発表した政治論文での使用が最小となる。レーニンは革命以前に ロシア帝国内の少数民族を支持母体として発生した民族主義と共産主義、社会主義の合同という潮流を民族共産主義という用語で定義した。具体的には、ウクライナ地方における革命運動及びロシア正教会に対するイスラム教徒の居住区で展開されていた革命運動についてこうした傾向が存在していたという。 ウクライナ人とムスリムによる民族共産主義は少なくとも1928年まで継続した。両者の民族共産主義は異なる点を持つということからさらに二つの派閥に分けて考えることができる。イスラム系住民による民族共産主義は世界革命を否定しなかったが、同時にその中心はロシアの属するヨーロッパではなく中東を含むアジアを 起点と考えていた。また、民族主義を支持するブルジョワジーとの連帯も必要であり、従って、階級闘争は、ある程度の妥協が必要であると主張した。イスラム系諸民族の民族共産主義は既存の概念で言えば、共産主義、民族主義、無政府主義の行動であった。彼らの運動は後に、ヨシフ・スターリンが組織した少数民族委員会を、通じて、 ソビエト連邦共産党の一部に統合された。ウクライナでは、帝政時代に支配民族であった、ロシア人への対抗心を重視し、ボリシェビキによるソビエト連邦政府も、共産主義を通したロシア帝国の再来に過ぎないと、否定する言説が、バッシリシャフライラを中心に存在した。レフトロツキーは修正マルクス主義を起点とするファシズム。 その派生であるナチズムを否定する際に、民族共産主義という用語を使用している。またトロツキーは、世界革命は肯定しつつも、国際主義からは距離を置いて一国社会主義を唱え、さらには、社会ファシズム論を提唱したスターリンを批判する際に、民族共産主義というフレーズを用いている。ワイマール期のドイツにおいては、ドイツ共産党のフリッツ・ボールフハイムとハインリヒ、 ラウフェンベルクを中心としたハンブルク支部が民族共産主義を唱え、独王衛合の大ドイツレーテ案を出し、党本部と対立し、支部者とも除名されている。後に、ドイツ共産主義労働者党というナチスに似たような組織名を名乗り、ルール工業地帯ではドイツ共産党と根強く構想を展開した。現在でも国家主義や民族主義と社会主義、 共産主義の反資本主義運動の両立を唱える勢力を民族共産主義と表現する場合があるが必ずしも思想的な連続性があるわけではない。ありがとうございます。